比喩で広がる言葉の世界。森山拓郎。次の詩の情景を思い浮かべてみよう。土、三好達治。蟻が蝶の羽を引いていく。ああ、ヨットのようだ。 この詩では、蟻に惹かれていく蝶の羽がヨットに例えられている。この表現によって、ゆらゆらと運ばれていく蝶の羽が、波に揺られながら進んでいくヨットの穂のイメージに重なる。題名の土も広い海のように思えてくる。 このように、ある事柄を、似たところのある別の事柄で表すことを、比喩という。ヨットのようだのように、まるで、ようだ、みたいだなどを使って表すこともあるが、あの人は歩く辞書だのように、それらの言葉を使わずに表現することもある。 大切なことは、例えるものと、例えられるものとの間に、共通点があり、それが広く共有されていることだ。蝶の羽は、ヨットの穂に、形が似ている。だから、読者は、瞬時に情景を思い描く。あの人は、歩く辞書だ、と聞けば、あの人が、 豊富な知識を持ち、尋ねればいつでも必要な知識を与えてくれることが伝わってくる。辞書にはたくさんの言葉の意味が載っており、知りたいことがあるときに役立つものだと多くの人に共有されているからだ。従って、相手がよく知っているもので例えれば、 未知のものでもわかりやすく説明することができる。例えば、図のような形の部品をあなたならどのように説明するだろうか。真ん中に穴の開いた丸いドーナツを相手が知っているならば、一言でドーナツのような形ということができる。しかし、もし比喩を使わないとしたら、 言葉を尽くしても伝えることは難しいのではないだろうか。このように比喩には形状をわかりやすく伝える効果がある。また比喩には物事の特性をより生き生きと印象づける効果もある。例えば雷のような大声という場合、声の大きさを 響き渡る雷鳴に例えているだけでなく、雷の持つ激烈さや迫力、恐ろしさなどのイメージも重ねている。実は、こうした比喩の発想は、普段私たちが比喩だと認識していないような表現の中にも生きている。例えば、頭の中に入れておく。そのことで、 頭の中がいっぱいだ。緊張して頭の中が空っぽになる。などという表現では、頭が入れ物。知識や感情がその中に入っているものとして捉えられている。胸がいっぱいだ。心が満たされる。なども同様だろう。さらに、 深く感謝する。深い感動のような表現にも、比喩の発想が生かされている。本来、深いは、深い池のように、表面からの距離が離れている様子を表す。しかし、表面からは、うかがい知れないほどの中身があるといった意味で、精神活動についても、 深さが用いられる。思考や感情など形のないものでもこうした比喩の発想によって表現していくことができる。比喩は言葉の世界を豊かに広げる。日常生活の中でも場面に応じて比喩を使ってみてほしい。使いこなせばきっと 表現は輝きだし、伝えたいことをよりわかりやすく、印象的に相手に届けることができるだろう。私たちは火を使い、表現を想像していく力を持っているのだ。